はいどうもー、はいはいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。ケンタッキーフライドチキンの時間ですよ。本日はケンタッキーフライドチキンでございます。これ初めて食べるのもあります。食べる前にカーネルサンダースさん、ありがとうございます。カーネルサンダースさんに感謝を込めて、さあ行きましょうか。その前に潤しますよ。ストロングゼロで潤しますよ。さあ行きましょうか。いただきます。よっ、よし、ミスター鳥のパック、木島です。今日はこれすごい。説明もこれちょっとあれだけど、まずいただきます。こっちから行こう。初めてです。鳥の日パックです。うん、あ、ちょっと辛いんだ。うん、うん、美味しい。スパイシースティックチキン、これね、4本です。4本、これありがとうございます。あのこの間の舞台でいただいたマヨネーズ先生、美味しく頂戴いたします。ありがとうございます。開けれません。はい、開けましたよ。このクリスピー、あ、これも美味しいな。先月かな、僕言ったじゃないですか、あのクリスピーじゃないやつっぽいのがあったような気がすると、見えたような。あ、美味しい。で、今日はよく見てみたんですよ。そしたらあった、やっぱり鶏肉パックは2種類になってました。あのクリスピーの方とこっちの方、スパイシーの方で、これいつ頃からこう2種類になったんですかと僕店員さんにお伺いしたんですけれども、つい最近ですねとのことでした。つい最近か、先月か先々月か、そんぐらいでしょうね、つい最近ってことは。いただきます。うん、あー、いや、うん、あー、いいわ、やっぱりいいわ。お好みで、あっちだと3本、こっちだと4本になりますけど、月替わりで変えてみてもいいんじゃないでしょうか。こっちを食べたらあっちが食べたい、あっちを食べたらこっちが食べたいってなりますからね。うん、月に一度のこのケンタッキーの日よで、情報を教えてくださった方がねいらっしゃいました。元店員さんだったかな。鶏の日パックよりもやっぱ普通の日の方が美味しいですよと。鶏の日パックは忙しいから若干味がというお話いただきました、教えていただきました、ありがとうございます。でもやっぱり鶏の日パックの方がお得だからね、どうしてもですよ。今日はこれ
いいこれ部分ばっかじゃないの今日で、これ初めて三つ星フィレサンド、あ、三つ星フィレサンドです。ベーコン乗ってるね。でフィレでしょ、これフィレ、ベーコン分厚いね。お、野菜もこれパプリカピクルス、ん、ナスビか、パプリカ、チーズも入ってる。いただきます。パプリカっていうアニメ見ました。うん、あ、おいしい。ずっと昔だけどね。あ、面白かったな。あ、これ美味しいな。あ、チーズいいな。うん、あ、いいね、美味しいわ。うん、これ単品で490円もします。やっぱり高級でも美味しいやん。このバンズも美味しい。考えてみて、この三つ星フィレ一つでこれの半分ですよ。そう考えたらすごいね、値段。どんだけ、うん、この一パックかお得かっていうことです。いや、いいね。どれ行こうか。こっちだな、こっち行こうか。一応持って帰ってきてからちょっと温めました。ちょっとね。うん、酔っ払ってきた。いや、美味しいわ。誰かあれコメントで、ケンタッキーは骨まで食べちゃうって方がいらっしゃったような気がすんな。それはすごいよね。犬はこれまで食べるからすげえなと思って僕は思ってたけど、ケンタッキーの骨まで食べれるっていうのは本当非常に羨ましいですよ。いや、すごいよね。出汁として使ってとかそういうことじゃなかったと思うよ確か。それか、いや違うな、僕みたいにこのこういう軟骨まで食べるっていう意味か。いや違った気がするんだよな。普通に骨までボーンまでですよ。
わあ、おいしい。このマヨネーズ先生つけてね、こう食べるやり方、美味しいですよ。あ、忘れてました。今日の鳥、青森と岩手です。ありがとうございます。青森と岩手で、今日のスペシャリチキンスペシャリスト、長い田んぼと書いて、読み方わかりません、長田さんでしょうか。ありがとうございます。スペシャルです。今日これ本当に、なんだろうな、いいな今日のこの組み合わせ、すげえいいっす。ぎっしり詰まってるとこばっかり。なんて言うんでしたっけ、お尻のところはキース？キースだっけ？ちょっと大きい声になっちゃいました、ごめんなさい。キースだっけ？これ今僕がまさに今ですよ、この持ってるこの部分はキースでいいんだっけな。ここも好きよ。軟骨、骨ないからね、ここ骨ないから、で油もないから、これちょうどいいんですよ、これでバランスが。うん、骨ないから。ありました、皆さん注意して食べてください。いやー、いいね。このマヨネーズどこのマヨネーズだったっけな、見るの忘れちゃったな。でも下が黄色いよ。ん、蓋が黄色いの久しぶりじゃない、初めて。うん、なんだろうかこれは。なんだろうか、白かったらハーフとかそういうんでしょう。黄色はなんだろうか。うん、美味しいですよ。きれいに、きれいに、ほら真ん中からこうやって、あー、こうやってで肉はついてるんだね。これこれ、ほらモーゼの10回よ、モーゼの10回ピーってなってパーって割れて、そのようにして見える。お尻の方でしたね、確かね。ここはうん、あー美味しい。あー、ケンタ
キはほんと強力だ。これほんと島にいた時食べたかったからな、なかなか食べれんくて今でもたまに言われることあるよ、島の人間には。あんたの動画見てケンタッキー食べたくなるけど島にはケンタッキーないからねっちゅうような話をね、ありますよ。こんだけもうあのギチギニじゃないですけど、毎月毎月トニオヒパックを楽しみにして食べてるのもなかなかいないじゃないですか。これそれがあの僕があのミスタートニオヒパックって言われるゆえんですよ。ミスタートニオヒパックってこっちは軟骨ばっかだな。違うん？普通の骨も入ってた。もう大丈夫かな？僕はあのカレーで食べるのも僕上手、褒められました。そちらの国の方々よ、一緒に食べた時上手だねっつって手で食べるのも得意、親指でねこうやってやるの、こうやって。それも得意です。あ、カレーも食べたいな。あの本場のカレー、本場のカレーも食べたいね。本場のってのはどこも本場だよ。カレーは種類がたくさんあるから、日本のカレーは日本のカレーでまたそれは本場だし、インド、ネパール、パキスタン、パキスタン、タイとかあっちの方のカレーもまたそれは違う、またそれ違うし、欧風カレーってあのカレーマルセとかありますけど、あ、本当にあの西欧諸国、うん、あっちの方でも日本のあの蕎麦屋のカレーみたいな、蕎麦屋さんのカレーみたいな感じで、ああいう本当の欧風カレーっていうか、そういうジャンルはもう確立されてるもんなんですか、あれ。本当にどうなんだろうね。得意の我々のこの日本がナポリタンのようにして、スパゲティのねナポリタンのようにして欧風カレーチュージャンルをこっちで作ったものなのか、それとも本当にもうあっちの方にもあるものなのか、それは僕には分かりませんけど、勉強してないからあ、今日のこの鶏は今のスパイス美味しい、今んとこのスパイスすげえ
こういう風にして隠してんだな、ところどころに宝箱のように隠してるんだ。いやー気持ちいい。何の話でしたっけ。ん、欧風カレーか、ナポリタンか、まあ、あるのかないのかって話です。フランス行ったことあります。ああ、シャンゼリゼ通りね。あんた野宿して、エッフェル塔の下で野宿して、でその後もう寒いから起きて、あのシャンゼリゼ通り登っていったけど、テロがありましたね最近ね。まあいろんなところで。いろんなことが起こりますよ。日本は安全だ安全だっつって言ったっていつ何か起こるかわからないし、悲しい事件も日々起きています。いつの時代もどこの国や地域も、でもいろんなことが起きている。どこの国の人だって、何の宗教を信仰している人だって、いい人もいればまたそうでない方もいる。何を思って あ、いい人というかどうかっていうのは私とそれぞれでしょうけど、いろんなことが起きるし、いろんな人がいますよ。それぞれね、みんないろいろ考えがあるしね。難しいね、難しいもんです。誰だって怪我したくないだろうし、死にたくもないはずだから、どこにも爆弾撃たないでほしいし、爆弾ミサイルどっからも撃たないでほしいし、撃ってほしくもないし、みんな同じふうに思ってるはずだけどね。それはそりゃそうでしょ、そのはずよ。よっぽど社会が今生きてる環境、まあいいや、うん、そういう話じゃない。ああ、おかげさまで僕はありがとうございます、こうやって平和に暮らしております。おかげさまで。これ飲もうとしたら今頭の中でよ、頭の中でこっち飲もうと思ったんだけど、間違ってこっちを取ろうとして飲もうとしてやめたっていう話です。もう手洗いに行きます。あー美味しかった。いや今月もこの三脚が当たるから今どかしました。今月も本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい。
また来月。